ダミアーノクネゴ、ダミアーノクネゴ、ダミアーノキ925ーー、1981年9月19日帯は、イタリアのベネット州、ベローナ県のチェッロベロネーゼ出身の自転車プロロードレース選手。2002年プロデビュー。22歳で、ジロで、イタリア総合優勝を果たした。クライマーと目されてきたが、後には、ジロでロンバルディア、アムステルゴールドレースでの優勝。 2008年世界選手権2位など、ワンデーレースでの活躍も目立った。秋のジャパンカップサイクルロ,ロードレースでは2回優勝しており、日本でも馴染み深い選手の一人、169センチメートルの小柄な体格と、端正な容姿から、イールピッコロプリンスペ、小さな王子様と呼ばれる。2002年に、サエコでプロデビューしたが、もっぱらアシストとして働き、 2003年まで、特別に目立った成績は残していなかった。しかし2004年にグランツールの一つであるジロで、イタリアでステージ4勝を上げる大活躍を見せ、チームのエースであったジルベルト・シモーニを押しのけて、総合優勝を成し遂げる。さらに、シーズン終盤のジロディロンバルディアでも優勝。ジャパンカップでも2位に入り、2004年、UCI ロードワールドランキングスで1位に輝いた。 2005年からは、サイコとランプレの合併に伴いできた新チーム、ランプレ・カフフィータに移る。ジロでイタリアへの調整も兼ねて出場した直前のツールド・ロマンディでは、三学ステージで勝ちし、総合2位に入るなど好調かと思われたが、肝心のジロでは、序盤から調子が上がらず、結局シモニのアシストに回ることになる。さらに追い打ちをかけるように伝染性単角急勝に、離観。 シーズン中盤を棒に振ることになってしまった。しかし、シーズン終盤にかけて調子を取り戻し、ジャパンカップでも優勝を果たした。2006年は不仲を噂されたジルベルト・シモーニが、サウニエル・デュバルへ移籍したことに伴いチームのエースを務めることになり、ジロディ・イタリアでは、シモーニに続く総合4位、初出場のツールド・フランスでは、ラルプ・デュエズの 山頂ゴールが設定された第15ステージで、フランクシュレクと激しいステージ優勝争いを繰り広げて2位に食い込むなどの活躍を見せ、新人賞のマイオブランを獲得した。続く2007年、優勝を目指したジロディイタリアでは、総合5位に終わったものの、ドイツツアーで1勝したほか、ジロディロンバルディアで2回目の優勝を飾って、シーズンを締めくくった。2008年は、 バスク一周で、ポイント賞を獲得、ステージ一勝を挙げたほか、アムステルゴールドレースでは、フランクシュレク、アレハンドロ・バルベルデラ競合を抑えて優勝した。その後、ジロでイタリアには出場せず、ツールド・フランスに目標を絞ったが三角ステージで、連日交代。総合争いから脱落した上、第18ステージでの不運な落ち者による怪我で途中、離退を余儀なくされた。 続いて出場したブエルタでもツール同様三学ステージで制裁を書いて総合成績で伸び悩み第16ステージで世界選手権に備えてリタイアしたがその世界選手権ロードレースでは2位で表彰台日ジロデロンバルデアでは自身3回目となる優勝を連覇で飾るさらにジャパンカップでも2005年以来の優勝を遂げた年はバスク一周で 総合6位、連覇を狙ったアムステルゴールドレースは5位、フレッシュはロンヌが3位、リエージュ・バストーニュ・リエージュが7位と、全体的にあと一歩の成績が続いた。2年ぶりに出場したジロデイタリアでも、第5ステージで大きく遅れて、マリア・ローザ争いから早々と脱落。その後も、第16ステージで逃げ集団に乗った以外はほとんど、見せ場なく、総合19位に終わっている。 その後ツールドフランスは回避して世界選手権に向けた調整目的でブエルター・エスパーニャに出場。最初の山岳ステージかつ頂上ゴールとなった第8ステージで残り 2km 地点でイヴァン・バッソが引くメイン集団から鮮烈なアタックを決めると先行していたダビ・モンクティエを残り 800m 地点で抜き去って実に2004年のジロでイタリア第18ステージ以来 約5年半ぶりのグランツールでのステージ優勝を挙げた。さらに、第14ステージでは逃げ集団に乗ると、残り 15km 過ぎでアタックしてそのまま独走。2位に2分半近い大差をつけて2勝目を飾った。その後、当初の目的通り世界選手権に備えるため、第16ステージ終了後リタイアとなったが、久々の復活を印象づけることとなった。2010年、2011年、 2012年、2013年、2014年、2015年、ニッポ、ビーニファンティーニにキャプテンとして、プロコンチネンタルに昇格したチームを引っ張っている。2016年のジロでイタリアでは、第19ステージまで三学賞を研修していたが、続く、第20ステージで、ミケルニエベの逆転を許してしまい、三学賞獲得とはならなかった。 2017年、2018年、イタリア国内選手権、ロードレースを最後に現役を引退。ないは、ステージ勝利数、楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。